はい、どうも、かどやんでございます。本日はですね、木曜日ですが、こちらの、マガジンについてね、34号なんですが、話したいと思います。今週号はですね、もうご存知の方も多いとは思いますが、表紙になっていますね。こちら、フェアリーテールがですね、いよいよ完結ということでね、いやーもうついにこの日が来てしまったかってことでね。何年前からかな、最終章やってたのね。多分2年ぐらいやってたのかな。1年は間違いなくやってたと思うんですけど、まあ最終章かってところから、もう今回、最終回まで来てしまったってことでね。最初に言ってきますけど、この巻末コメントとかでもね、作者の真島先生に対する、コメントなどもね、ちらほら結構多かった。たりもしますんでね。まあやっぱりそれだけね、愛されてた漫画といいますか、まあ他の作家さん、まあライバルって言っても過言ではないと思いますね。同じ、まあ連載を持ってる人からしてみれば、まあ、フェアリーテールって本当にでかい壁だったと思いますし、まあそのね、同じ連載人の方からね、ここまでね、支持されるっていうのもね、本当にね、すごいことだとは思いますね。これ見てわかりますけども。まあもう本当にね、内容的に言うとね、まずね、11年間ってことですね。いや、11年どんなんやねんって話だけどね、本当にね。僕的に言ったら多分中学生ぐらいからもう成人すぎてぐらいまで、なんとね、やってたってことでね、もう10年ってえげつないと思うんですけどね。年数だけで言ったらね、まあ、初めの一歩とかも確かにね、めちゃくちゃ長いとは思うんですけども、まあまあ年数もともかく、なんとね、この11年間ね、一度も救済がなかったってことでね、そこがね、一番褒められるところじゃないんかなと思いますね。ファンからしてみれば、毎週マガジンで、まあ、そのフェアリーテルがやってたってことなんでね、もう立ち読みの人もまあ、ともかく、まあ、買ってる人もね、毎週フェアリーテルが読めるっていう、この満足度はね、本当に計り知れないものじゃないかなと思いますね。まあ、その中でも絶対なんか、病気とかなったんじゃないかなと思ったんですけどね。まあそこもね、まあファンのことを思って休まずに、ここまで11年間やってこれたっていうのはね、本当にね、素晴らしいことだと思いますね。他で言うと、まああとね、アニメがね、なんとね、ファイナルシーズンを迎えるってことでね、一応ここの最終回までね、なんとね、放送も決定ってことでね、まあここに関しても別にね、いや、そりゃあるやろなとは思いましたね、それはね。フェアリーテルですね。まあもうアニメの方もね、もう絶対面白いと思うんでね、この最後の方もね、絶対見るべきだとも思いますしね。アニメ以外で言うと、こちら雑誌の方で言うと、なんとね、そのトータルの総ページ回数が、増ページ回数というかね、ページが多くなる回数がなんと95回、総増ページ数が988ページってことでね、いや、これもね、だから人気がゆえに、ここまでね、得点がもらえたっていうかね、まあ見ての通りね、人気を表しているところだとは思うんですけどもね、このパーセンテージ見ればね、カラーの回数ね、今回のこれを最終回で含めて、カラーの回数がなんと82回、週刊少年マガジンの表紙の回数が39回ってことでね、いや、ここの2つの数字見てもね、もうね、やっぱりね、マガジンね、一番人気があったというか、看板作品だったっていう証拠になるとは思いますね。これで見るだけでもね。ここはね、もうすごすぎますね。で、まあ、こういうふうにね、一応ね、それぞれの、表紙一覧みたいなのもね、載ってるんでね、まあ、多分39回分か。まあ、一応、その時のね、なんかゲームの発売とかもなんか書いてあるしな。こんだけゲーム出たんかってこともすごいと思いますしね。まあ、いろいろ書いてあるんでね、こちらの扉絵というかね、まあ、カラーのところもね、よろしければね、見てください。ここもすごい面白いですね。これでね、またまたこれにプラスね、アニメファイナルシーズンって書いてある、このページ、このページと、プラスね、ここに書いてある、真島ヒロ原画展っていうのもね、あるんでね、真島先生の、まあおそらく前の作品、レイブか、レイブと、こちらフェアリーテールの、まあ両方のね、原画が見れるんじゃねえかってところでね、一応、真島ワールドを余すところなく公開しますって書いてあるんでね。いや、これいつなのか。あ、2017の冬に、大阪と福岡でね、巡回展開催ということでね。まあ、もう大阪とか、まあ、近場の方はね、ぜひね、これも行っていただきたいと思いますしね。一応ね、真島先生がレイブからデビューして、今までね、20周年ってことでね。
レイブもすごく人気があったし、なおかつ次の作品のこちらのフェアリーテイルもね、もう文句なしのね、人気作ってことでね、いや、本当にね、すごい作品ばっかり生み出してるってところがね、もうすごくね、伝わってくると思いますんでね、こちらの方もね、ぜひね、行きたいなとは思いますね。さっきもちょっと言いそびれたんですけども、まあ最終回の方ね、まあちょろっとというか、まああんまり内容は言わないんですけども、驚かされた部分もあったしね、まあさっき言ったそのベタっていうところもまああるっちゃあるけども、ここの驚かされた部分もね、ちょっと面白かったしね、まあ最後は最後で、ああ、いい引きの終わり方やなっていうふうにね、満足させられる終わり方だったんじゃないかなと思いますね。フェアリーテイルに限らず、本当に、ね、最終回になったら、あのキャラどうなったんやっていうのはやっぱ気になるところではありますし、まあそこもね、もうすごくね、盛りだくさんだったと思いますしね。フェアリーテイルメンバーはね、もう全員出てきてるんでね、まあそこだけでもね、結構ね、満足できるところだとは思いますね。まあ今週号、一応フェアリーテイルに関してはね、ここら辺までですね、一応、まあ最初の方にね、もうめちゃくちゃ載ってたんでね、ここだけでもすごくね、いや、贅沢なんじゃないかなと思いますもんね。フェアリーテイルカフェとかもね、一応ね、ちょっと言いそびれたんですけども、さっきのここにものフェアリーテイルカフェもやってるそうなんでね、まあ、そこもね、よろしければ、まだ夏限定ですね。夏限定、期間限定になってるんでね。まあ、そちらの方もね、いやー、ぜひね、行っときたいかなとは思いますね。もう本当にね、もう最終回っていうのはすごくね、残念というか、ついに来てしまったかって、すごく悲しいところもあったんですけども、まあ、こんだけね、盛りだくさんだったというか、もう、フェアリーテール一色だったっていうのが、もう見ての通りわかると思うし、まあそれにプラスで真島先生が20周年ってことでね、原画展とかもやるから、まあ先生自体もやっぱりさすがというかね、もうすごすぎるっていうのがわかると思いますしね。ここはね、もう語り尽くせんなと思ってね。まあ、先週の部分でね、もう好きなキャラクターとか好きな回とかちょっと言っちゃってるんでね、まあそっちの方はちょっと省こうかとは思うんですけども、なんやろ、言ってなかったよな。なあ、でも好きなキャラクターで言ったら僕的には一番好きなのはガジルなんでね。まあ、そんなに大した理由ねえけど、まあちょっとずれてるところもなんか面白いなと思ってね、なんかもっとちゃんとしたやつかと思ったけど、だんだんね、ちょっとね、ほころびが見えてきたっていうか、そういう部分がちょっと面白かったなと思ってね。あと好きなエピソードとかはね、先週言ったんでね、まあ先週の動画の方でね、よろしくお願いします。まあ、今後のこともやっぱり考えておいた方がいいと思いますしね、マガジンのこと考えると、もう多大な、影響を与え続けた、もうマガジンの宝でもあるフェアリーテールが、今週号でなくなってしまうってことで、もう来週からどないなるんやってことでね。まあもちろんね、メジャーな作品にダイヤのエースとか、はじめの一歩とか、もう7つの大罪とか、まあまあ永遠の消防隊とかもあるんですけども、まあまあね、まあそれにも比べられることもなく あ、もう多大な影響を与えたってことかね。まあマガジンもしかしたらフェアリーテールだけを読んでる方も多かったかもしれないんですけども、もちろんね、僕もね、フェアリーテール終わったからといってね、まだまだマガジンを読み続けようと思いますし、まあ、こんで終わってしまったから逆にどうなるんかなと思ってね、マガジンの方がね、フェアリーテールに次ぐ看板漫画がもっとね、まあ、すでに出てるっちゃ出てるかもしれないですけども、それぐらい人気が出てくる作品ももしかしたら出てくるかもしれないんでね、それも含めてフェアリーテールのおかげでね、マガジンが盛り上げてきたんじゃないかなっていうのは、僕的にはこれが一番言いたかったことだと思いますんでね、まあ本当に長々となりましたが、真島先生、11年間という本当にね、長い時間、なおかつ救済なしというね、もう本当にね、素晴らしいことを含めて、もう言い尽くせないですけども、11年間お疲れ様でした。はい、本日はですね、一応ね、マガジンの34号、もうほぼフェアリーテールだけについて話させていただきました。さっきも言ったんですがね、もう今週号でこのフェアリーテルが見れなくなるっていうのが、もうめちゃくちゃ残念ではあるんですけども、まあ新たな看板漫画、まあさっきも言ったんですがね、さっき言った作品以外にも、まあ新連載とか、まだ今始まったばっかりのやつが、もっとどんどん売れてくるのもね、マガジンが勢いが乗ってくるというか、まあフェアリーテールがなくなったことによって、フェアリーテールロスじゃなくなってしまうこともね、それも含めてね、大事なことではあるとは思うんでね、もっと続いてほしいっていうのもあったんですけども、まあ、なくなることによって新たな漫画が生まれてくるっていうのもね、本当にね、相乗効果というかね、もう本当にいいことではないかなとは思いますしね、まあ、来週以降もね、フェアリーテールはなくなってしまうかもしれないですが、マガジンはなくなりませんのでね、僕もずっと読んでいこうと思いますし、フェアリーテールもね、僕の
心の中で、まあ、胸の中ではずっとね、残り続ける作品ではあるんでね、今後もマガジンの方もね、よろしくお願いします。はい、本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とツイッターのフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。